ではまずはサイトさんの車からね見ていきましょう。懐かしいな。綺麗にしてますね。なんかこのなんかいい匂いするね。ウェーバーウェーバーめっちゃいい匂い。これは変えてるんですね。それは変えてますね。オルタネーターも新品、お金がないなりにここら辺とかも可愛いものが、ちゃんとやってるよ。冷気を取り入れてるもんね、キャブに。ちょっとエンジンの音聞かせて、ね、ウェーバーの 40% だから普段乗りは乗りやすいよね。あ、そうなんですね。 40% は乗りやすい。品のいい音だな。ね、40% はさ、キャパがちっちゃいですよね。手がいいよな、ね、手がいい。下から吹けるもんね。50上がって下から吹けねえもんな。そう、セッティングだけどね。上品ですよね。そうですね、どちらかというとエンジンでは上品な方ですよね。上品、上品。もういじくればいじくるほどなんかすごい過激になってきて、もう音もね。そうです。ただ、あ、ごめんなさい、はい、穏やかです。あ、そうですね。あ、いいな。これでもさ、振動少ないね。うん、やっぱバランス悪いとやっぱりね。さあ、そして中は、ね、中も綺麗ですよね。いや、中はボロボロですね。いや、でも綺麗だよね。この独特だよね、Z の中って。あのメーター周りが ね、50年ですもんね。でも綺麗にしてるじゃないですか。綺麗ですよね。この窓枠見てよ、窓枠ね、家のサッシと変わんないよ、ね、そう思わない、うん、これ家のサッシで贅沢だよね。まあね。あ、そうですね。なんかね、高いもの使ってますよね、やっぱりね。錆びないですもん。そう、錆びないですね。錆びない。あ、そっか。そう、すごい。最近の車ってさ、なんか赤がつきやすいじゃないですか。いやいや、そうですよね。なんか、いや、あの成分がやっぱり悪いんじゃないですかね。ね、そうだよね。あのビスなんかもやっぱステンレスだって言うけど錆びますもんね。あ、そう。あの、もう音が鳴ります。なんか、ね、いいね、この、うん、鉄って感じして、そう、もう雨の音とか、もう普通に聞こえますから、中で。そうだよな。いや、もうこれはですが、ステアリングを取ってるのは、はい、盗まれないためですか。もうありますね、うん、あと、これ、もうシートをこれにしちゃってるんで、うん、乗り降りができないんですよ。あ、はい、そういうことか。なので盗難も心配ですからね、こういう車 ね今ね、あれでも取ってきゃね、うん、盗まれないよね。そうですね。あれと思うよ、入ってもね。よくでもさ、240なんか見つけたよね、5年前に、うん、なかなかないよ ね。はい。え、なんで見つけたの。これはもうヤフオクで探してきて、で、たくさんある中で、うん、で、これが一番いいなってなって。程度が良かったの。程度良かった、良くはなかったんですけど、まあお値段との釣り合いで。もともとドノーマルだったんですよ、これ本当に、うん、何もいじられてなくて、うん、でそこから自分でいろいろやったりして。これはあれですか、オリジナル。これオリジナルですね。へー、綺麗な車だね。だけど仲いいよね、うん、でなんかやれてるじゃないですか。そのやれ具合がまたね、うん、あのなんかこういうのって意外となんか綺麗にしようと思えばいくらでもできるけども、うん、してないところはなんか味わいがっていうな。ねえ、なんかいじり倒してなくていいね、うん。これは運転しやすい。2.4 リッターだから意外とトルクもあって、キャブだからやっぱりアクセルと連動してる感強いですよね。そうですね、はい、
やいや、これね、いや、楽しい。まあ、そんなになんかさ、ノーズの長さが気になんないね。はい。あの、最近のさ、プリウスの気になるよ。あ、本当ですか。うん。そうなんだ。何かっていうと、このさ、A ピラーっていうの、はい、窓がこうなってるから。あー、なるほど、うん、長くそれになっちゃってるんだ、うん、これは A ピラーが立ってるでしょ、はい、ースが。そうですね、だから全然気にならないな。へえ。古い車しか乗ってないから分かんないですね。逆に最近の車が。あと足回りもしっかりしてるね。そうですね、足回りいいの入れてるんでね。え、はい、硬くしてこれはいい。やっぱりなかなか Z 乗ってる若い子は少ないんですよね。そうだね、はい、86は本当に多いんですけれど。86はな、まあね、それこそさ、はい、漫画のね、漫画の影響で、はい、なぜかでも Z は少ないんですよね、すごく。あと高いっていうのもある。あ、でも今は86のが高いので、もうあれですね、関係ないのかなと思ってきますね。俺は絶対 Z の方がいいよ。そうですね、なんか周りの人から話しかけられたりする、実は全然 Z の方が上ですね。あ、そう。はい、86だとやっぱりあまり結構見かけるからっていうのもあるかもしれないですけど。あと年齢が違うよね、時代が。あ、そうですね、うん、一回りちょっと古いですもんね。そうそうそう、はい、でもやっぱり今旧車ブームで、これぐらいの方の旧車も若い子には流行らしてて、だから僕の周りにも懸命に乗ってる子あったり、いろいろ出てきてますね。ケンメリ？ケンメリですね。とかスターレット KP とか。なんかブレーキ結構違和感ありませんか？ Z って。全然。あ、本当ですか？結構珍しいタイプだってさ。あ、そう、全然。あの、みんな新しい車乗ってる人とかだと、すごく Z って奥にブレーキがあるんで。あ、いや、全然。みんななんか違和感あるって言うんですよ。逆に俺も。俺も 7,8 台の車乗ってるのね。ああ、そう、確かに。そうですね、古い車もいくつか持ってるから。はい、だとしたら、あ、よかったです。確かに運転うまいっすね、やっぱり。え、やっぱり運転うまいっす。いや、だから全然、あの、なんか全然こんなの普通。ああ、全然ステアリングも重くない。本当ですか？これ逆に僕いつも重てえなと思いながら回してますよ。なんかお二人とも嬉しそうに降りてこられましたけど、いかがでしたか？テリーさんどうでした？いや、もうこれすごい、ね、びっくりした、ね、うん、もう本当になんか足回りもいいし、うん、私 Z 買います。もう降りてきた瞬間から。すごい。Z オーナー。40倍だから乗りやすいでしょ。いやいや、もう本当にで、まあ、ね、最初重捨てって言われて、僕らそういうの乗ってたから、うん、全然くんなんないし、うん、あとシフトも入りやすいし、うん、もうクラッチも全然、あの、なんか重くないし、なんかいい音してるよね、音ね。でね、何がすごいかって思ったのが、はい、このね、フロントガラスが立ってるんですよ、うん、あの、今の車って、あの、燃費のこと考えると寝れるでしょ、うん、立ってるから、ロングノーズでも全然このフロントの長さ気にならないっていうか、あ、すごいなと思って。本当に Z かっこいい、ね、だって出てくときね、めちゃめちゃかっこよかったですよ、リーダー。いや、だってもう綱島という方に乗って、ミラーで見てかっこいい。いや、本当に、ね、かっこいい、かっこいい。どうした、どうした。いや、言われて嬉しいですね、ね、すごく。いや、でもさ、この 30Z ってセクシーだもん。いや、本当にそう、ね、うん、もうあの、ね、メーター周りもさ、やっぱりね、あの、ゴレンがさ、やっぱり泣くよね。いいっすね。いや、もう泣いちゃうわ。いや、でもこうやって大事にしてくれてるのが嬉しい、ね、車好きとしてはさ、ね、はい、で、こんな若いのに旧車に行ってくれて、もうおじさんとっても嬉しい。だって50年前以上ですからね。そうそう、本当そう。49年でしょ。よかったです、ね、はい、よかった、よかった。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。
車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。